いつもアート。はい、夕飯はシーチキンご飯を食べたいつもです。はい、今回はですね、プロのイラスト YouTuber さんとか結構添削とかやられてますよね。で、見てる人も添削してもらいたいなと思われてる方もいっぱいいると思うんですけど、なかなか添削してもらえなかったりすると思うんですけれども、それでですね、今回、自分自身で自分のイラストを手軽に添削できるやり方をご紹介したいと思います。ではちょっと今から準備しますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、準備が整えました。はい、でですね、どうやって、自分自身で添削するのかといいますと、顔限定になるんですけれども、それはですね、自分が描いたイラストを裏返しにして、でそれをですね、蛍光灯、家の電気、蛍光灯などに照らして、それで見るというものなんですね。で、じゃあ実際にちょっとやってみましょうね。ではこれは最近、描いたものなんですけれども、今表なんですけれども、裏返しにしたりするとですね、顔の、歪みとかが分かるんですね。じゃあやってみましょうね。はい、はい、裏返してみました。はい、こちら側は自分が見た感じではちゃんと、バランスよく描かれてるような感じなんですけれども、こちらの右側ですね、右側がちょっと幅が広くて、なんか、大きくなってるような感じに見えると思うんですが、皆さんはどう思いでしょうか。はい、こんな感じで顔の歪みが分かるんですね。でこれを見て、でまた表に戻して、また調整して描くというような感じです。では他の絵でもちょっと見てみましょうね。はい、こちらが別の絵で、またこちらが今表の部分です。はい、まあまあ整ってるような感じに見えるんですけれども、裏返してみてどうなのかちょっと確認してみたいと思います。はい、裏返してみました。どうでしょうか。先ほどとは違って、まあまあ歪みも、そんなに、歪みも出てないような感じですけど、やっぱり、こっちの方が自分、なんか幅広いっていうか、もう少しシュッと、描いた方が良かったかもしれないですね。この添削で、今の添削で分かったんですけれども、自分の場合はこの顔の広い部分のバランスに気をつけて描いた方がいいというようなことが分かったと思います。はい、今回紹介した、自分自身で添削する方法なんですが、顔の歪みが分かるというもので、それでまた、歪みを知って、それで調整してまた描くというような感じでできると思います。でもですね、これ注意してほしいんですけれども、あまりにもこれに振り回されないでほしいです。あまりにもこの顔の歪みを気にして描いていくと、絵を描く楽しみが薄れたりするので、本当たまに、自分もなんですが、たまにしかやりません。はい、なので皆さんもあまり、歪みが多いからもうやめたとかっていうような感じにはならないように、気をつけてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら、コメントなど、また動画が良かったと思ったら、高評価して、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた。